衝撃。サンドイタチミキヨがフワちゃんに大激怒した真相がヤバい。大御所の先輩を呼び捨てにするマナー知らずのタレントが今まで干されなかった理由。日本の芸能界が腐っている証拠とは皆さんこんにちは。今回はタレントのフワちゃんが起こした不適切な投稿問題について詳しくお話しします。この問題は芸能界に大きな波紋を広げ、 ふわちゃんの今後の活動にも影響を及ぼす可能性があります。それでは、この問題の発端から業界の反応までを見ていきましょう。まず、問題の発端となった出来事を振り返ります。2024年8月4日、お笑い芸人のヤコさんが X に投稿した内容に対し、ふわちゃんが不適切なコメントをしたことから始まりました。ヤコさんは、ヤコオリンピック、 生きてるだけで偉いので皆優勝ですと投稿しました。これはパリオリンピックが開催される中、すべての人を励ます前向きなメッセージでした。しかし、フワちゃんはこの投稿を引用し、お前は偉くないので死んでください。予選敗退ですと返信しました。この返信は多くの人々に衝撃を与え、即座に批判の声が上がりました。 ふわちゃんはすぐに投稿を削除しましたが、すでにスクリーンショットが拡散され、ネット上で大きな騒動に発展しました。ふわちゃんは、昨日の私の不適切な投稿により、本日のラジオは休止となりましたと報告し、私自身の投稿でご本人はもちろん、投稿を見た方々を深く傷つけてしまったことを心から後悔しています。本当に申し訳ありませんでしたと謝罪しました。しかし、 この謝罪にもかかわらず、批判の声は収まりませんでした。多くの人々がフワちゃんの言動の不適切さを指摘し、芸能界の倫理観に疑問を投げかけました。特に、生きているだけで偉いという前向きなメッセージに対して、死んでくださいと返すことの重大さが問題視されました。この状況を受け、フワちゃんの仕事にも影響が出始めています。まず、 8月5日深夜に放送予定だった日本放送のフワちゃんのオールナイトニッポンが急遽休止となりました。これはフワちゃんが報告した通りです。さらに日本テレビの人気番組行列のできる相談所でもフワちゃんの出演シーンをカットする方向で調整が進められています。日本テレビの関係者によると一部で映り込む部分が出てくる可能性はあるもののトーク部分は 全カットの方向だということですこれは8月11日放送分についての対応ですが今後の出演についても不透明な状況となっています。またフジテレビの特番「愛絵市の夏休み」にもフワちゃんが出演予定でしたがこちらもセロンの動向次第でカットされる可能性があると見られています。テレビ業界全体としてもフワちゃんの起用に慎重になっているようです。 ある局関係者は、年上の人にもタメ口で話すなど、自由奔放な姿が受けていたが、言ってはいけないことはある。番組スポンサーも事態を重く見ており、起用すれば視聴者からの批判も避けられないと語っています。この発言からも、フワちゃんの今後のテレビ出演が困難になる可能性が高いことが伺えます。さらに、広告業界でもフワちゃんへの対応が厳しくなっています。 特に注目されているのが Google Japan のスマートフォン Google Pixel の広告です。フワちゃんが出演するこの CM 動画は公式サイトで非公開となりました。Google Japan は他者を尊重しない行為に関しては厳格なポリシーを有していますと説明し今後の契約については Google のポリシーに沿って適切に判断いたしますとしています。これは大手企業が フワちゃんの言動を重く受け止めていることを示しています。また、進行中だった別の広告案件が白紙になったことも明らかになっており、フワちゃんの広告出演にも大きな影響が出ていることがわかります。こうした状況を受けて、フワちゃん本人も事態の重大さを認識し、対応に追われています。8月6日には、ヤコさんと直接会って謝罪したことが明らかになりました。 関係者によると、ヤコさんは暴走道となったことに戸惑いはあるものの、フワちゃんの謝罪を受け入れており、二人の間にわだかまりは残っていないとのことです。しかし、当事者間で和解したからといって、問題が完全に解決したわけではありません。テレビ関係者は、当事者同士で解決しても問題発言をしたのは事実。テレビ出演は難しいと指摘しています。さらに、 ユーチューバ r に戻るパターンもあるのではという見方も出ています。これは、ふわちゃんが元もユーチューバ r として活動していたことを踏まえての発言です。テレビタレントとしての活動が難しくなった場合、原点回帰としてユーチューブでの活動に注力する可能性が示唆されています。ふわちゃんの言動については、以前から業界内で懸念の声があったようです。お笑いコンビ、 スリムクラブの前田さんは3年前の番組でフワちゃんをネタにしたコントを披露し、その中で誰もフワちゃんを注意できなくなっていると指摘していました。これはフワちゃんの言動に問題があっても人気タレントであるがゆえに周囲が注意できない状況を皮肉ったもせのでした。前田さんは今回の騒動を受けて再来週の苦語でメッセージを載せたので、 フワちゃんを見てから感想をくださいと X に投稿しています。この発言は3年前の指摘が的中したことを示唆しているとも取れます。また、お笑いコンビサンドウィッチマンの足立ミキオさんが22日に放送されたテレビアスミキ系カイレマンデー密イに出演した際、ゲスト出演していたフワちゃんが棒物歌手を呼び捨てにしたことで注意をしたといいます。ある場面で、 出演者たちが卑怯路線バスで飲食店を探す旅に出て、伊達さんの第二の故郷である福島に向かいました。開通ルートを進む中、出演者たちはカツ丼を求めて歩いていると、水用工を販売しているお店に目を奪われ、立ち寄りました。店内に入ると、ふわちゃんが、ここ、いろんな人が来てるよ。サインがいっぱい飾ってあると言い,い、有名人のサインが飾られていることに気づきました。 誰のサインかを確認すると、あ、三河健一も来てると言って、歌手の三河健一さんのサインを発見しました。その瞬間、アーティさんは頼むから継承をつけてくれと即座に注意しました。さらに、フワちゃんが店の創業が200年と聞いたとき、そりゃ三河健一も来るわと言い、再び継承をつけませんでした。これに対しても、伊達さんは頼むからさ、継承をつけてくれ。 お願いしましまたこのように長年にわたってフワちゃんが受けてきた注意が芸能界全体に波紋を広げています特に SNS の使い方や芸能人の言動に対する注目度の高さが改めて浮き彫りになりました一方この騒動はフワちゃんの人気の高さも際立たせましたフワちゃんの親友として知られる指原さんの SNS にまで影響が及んでいることからも その注目度の高さが伺えます。杉原さんは3日に体調を崩してしまってご迷惑をおかけする日々でしたが、今はもうとっても元気です。皆さんも夏なので水分をたくさん取って気をつけてくださいという内容を SNS に投稿し、自身が焼肉屋で笑顔を見せる写真も添えていました。しかし当初は指原さんの体調に関する心配や安心の声が集まっていましたが、 ふわちゃんの問題が明るみに出ると、指原さんの投稿にも関連コメントが一斉に寄せられるようになりました。ふわちゃんへの批判や、指原さんも絡めたコメントなどが多く寄せられ、それに対して、気をつけた方がいいよ、そういう発言には、といった注意のコメントも書き込まれる事態となりました。これは、 芸能人の交友関係にまで注目が集まる現代の芸能界の特徴を示していると言えるでしょう。また、フワちゃんの今後の活動についても様々な憶測が飛び交っています。CM 契約の打ち切りに伴う違約金の問題や芸能界からの引退の可能性まで多くの話題が取り沙汰されています。CM 契約の打ち切りについては具体的な金額は明らかにされています。千が、 一般的に医薬金は契約金額の2倍から5倍程度と言われています。フワちゃんのような人気タレントの場合、1本あたりの契約金が3000万円とすると、医薬金は6000万円から3億円に植える可能性もあります。これはタレント本人だけでなく、所属事務所にとっても大きな負担となるでしょう。さらに、不祥事を起こしたタレントは、 仕事が激減するため、高額な違約金を支払うことが困難になるケースも考えられます。こうした問題は芸能界全体の構造的な課題とも言えるでしょう。いかがでしたでしょうか今回はフワちゃんが起こした不適切な投稿問題について詳しくご紹介しました。今後のフワちゃんの動向に目が離せませんね。注目していきましょう。最後までご視聴いただき、 ありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録と高評価もぜひお願いいたしますそれではまたお会いしましょう